はい、これ自分の動画によく出てくれてる大津さん、今回変わったところがあります。どこですか？豊島ク豊ラフト島。のボンネットからアールズのボンネットに変更になりました。なんで変えたんですか？次の仕様変更のため、ちょっとキャラを張るんですけど、ああ、なるほど。豊島だとキャラが貼れない。入れなくて、ああ、ちょっとシンプルな方の方がキャラが綺麗に貼れる件です。なるほど。そのためだけに買いました。ああ、なんですか、ご当地のなんとかかんとか、ご当分のなんとかとか、それ違うんですか？また、いろいろ まだいろいろあるんですか？考考え え中。中です。ああ、なるほど。あとは、見えづらいんですけど、トラストのインタグラムがついてます。トラストは自分初めて見ますね。あ、本ど当こですまか。であるんですか？上まで来てるんですか、これって。いや、多分、ああ、その辺でそすんなか。に出なかった。ああ、そう言われてみれば、いや、でかいっすね、やっぱ。これノーマルでポンっていける感じですよね。そうですね、加工なしで取り付けはできます。トラスト、ああ、なんかこの辺だと、ちょっと自分、エッジケースしか見たことないんで、ちょっと新鮮が、周りがつけてないっすもん、これ。エッジケースが多いんですで、よね。それだったんで、自分は違うああ、やつをつ反け抗ようしたと。わけですそうね。です。あとは見えないですけど、クラッチを、SW 系の強化クラッチを買いました。もう出たんですね。どうやんですか、それ。純正に比べたら、踏み心地は変わらないんですけど、クラッチのつなぎつなぎ。場所が、半分ぐらいで純正がつながったかに対して、その強化はそれの半分ぐらいでつながるって感じ。ちょっとこっちで説明するの難難しいんでしいですすけね。ど、後でちょっと俺踏ましてもらうんで。取ってもらった方が一そうです番ね。ちょっ分かりやとすいかと。後でレビューします。でもブレーキは前回紹介してますよそうね。ですね。他特にまだそれぐらいですかね、タ業イヤ界から。も、タイヤもボルグだったですよね。ホイールも。そうですね。3737はだったですずっね。と一緒なので、今回はその2件。マフラーも同じですね。ロッソだったですよね。そうです。ロスはい、トロッモデル。ソモデロ。特に、はい、プレミアがついてるこのウィング。あとはエアロバスなので、エアロはどこです？前後リザルトのおお。横が、モンスターの街です。ああ、横はモンスターなんですね。モンスターはもっと取ってもらっとるんですけど、リはあ、ザルトの、発送待ちになってます。リザルト発送めっちゃかかりますよ。うち、俺まだウィング6月注文でまだ来てないですから。4ヶ月経ってますけど10ね。月末って言われてもいいんですけど、まだ発送通ああ。知が来てません。本当に来るのかって感じです。通知はどうなんですかね。来て、もうなんかしないんじゃないですかね。月島さんにちょっとライブの時に早く送ってって俺言ったんですけど、早くリザルトつけたいなって。 ついてないです、俺の。 まだ1万2000円の。 今日本当運良ければちょっとリザルトのウィングついてこようかなと思ったんですけど、ダメだったっす。また次回でも。だからリザルト楽しみっすね。ということで、久留米は福岡なんで、ちょっと福岡の方に向けて、ちょっとお願いします。いや、福岡ってやっぱあれじゃないですかね。盛り上げたいじゃないですか。まあ、とりあえず、久留米の、ね、SWK さん近いんで、その辺の方たち、スイフトいっぱい買って、チームに入ろうぜってことですよね。それでいいですか？一緒に走りに行きまはしょい、一緒に走りに行きましょう。はい、それでは、大津さんでした。う。ありがとうございました。
はい、今度こちらの、まあ、多分見たことある人いると思うんですけど、今村さんが使ってた SWK のコンプリートカー、これあのジムカーナでよく使われてたんですけど、でこれを購入された方、はい、お名前お願いします、はい、柳です。柳さん、はい、ツイッターとかは？ツイッターしてないです。あ、してないですか、はい、あ、珍しいですね。でこれあえて16インチですよね。そうですね、16です。はい、205の4516。はい、あ、これ中古でセットで買ったので、はいはい、古いそのタイヤです。なるほど、はい、家にまた違うタイヤ買ったんです。あ、そうなんですね。はい、まあこれめっちゃ SWK さん紹介してる感じですね。そうですね。まあこんだけ目立つとあれね、悪いことできないですよね。ゴリゴしないと。してない、してないですか。でもエンジンとかもスペック2プロですよね。スペック2プロ。はい。あとはノーマルらしいですね。あ。レカロが買いました。あ、これは自分で買った感じですか。最初ゼロシリーズだったんです。CS、はい、っていう低いのが入ってたんですけど、はいはい、身長低いのでちょっと前が全然見えないので、あ、左で、はい、あ、なるほど。ジムカーナやる上でサイドが引けるやつに。なるほど、ジムカーナをやってる感じなんで、まあ、ハンドルもなんかちょっとスパルタンのやつに変えてあります。これはもう、あ、ハンドルはもと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 、はい、今村さん仕様ですか。そうです、はあ、全日本仕様ですか。やっぱ全日本仕様。間違えられますよこれ、全日本。そうですね。うん、いいんじゃないですか。いや、ちょっと腕が全然ダメだ。いや全然大丈夫ですよ。ということはもうマフラーもノーマルな感じですよね。そうです。SWK さんのというわけでもないですか。もうフルノーマルってことですかこれ。おそらくノーマルだったと思う。へー、全日本っていうその JG のクラスで出られ てクラスでそれ使っちゃいけないとかそういうのがあるんですね。なんか、はい、あ、詳しいことはちょっと正直わかんないんですけど、なんかあります、あります。はい、おそらくマフラー変えるとまた違うクラスじゃないかな。あー、そういうことですね、はい、であえてこれですね。僕がしたわけじゃないんですけどはい、もうめっちゃ宣伝ですね。ということで山口県に向かってちょっとあのコメントをいただけたら。山口県に向かって、はい、安全走行に努めてまいりますんでよろしくお願いします。いや、山口県の方、スイフト乗りの方、安全運転してくださいってこと言う。まあ、違うんですか。僕は難しいんです。はい、ということです。会った時はよろしくお願いします。はい、会った時は、はいはい、声かけてあげてください。はい。はい。